山陰道祭病院は、鳥取県米子市海家神殿一丁目にある、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する病院である。正面玄関前に、日本交通、日の丸自動車の路線バスが発着するバス停留所があり、公共交通機関による交通アクセス条件も良好であると言える。同病院に勤務する麻酔医師が、 第58回全日本剣道選手権大会に鳥取県代表として出場し、ベスト8に進出した。警察官が大勢を占める大会で、唯一の医師兼主であり、警察官以外の出場選手が上位入賞を果たすことは稀である。同病院は鳥取県立厚生病院が、本来、来院時一人の患者には請求できない、インナ内トリアージ実施資料をご請求していたと、 報道されたことを受けて調査。その結果、院内トリアージ実施料の算定を開始した2013年4月24日から2014年7月28日までの間に実施料を請求した3249件のうち60件が対象外となることが分かった。また、中国四国厚生局にトリアージ実施者の届け出をしていない看護師がトリアージを実施し、 院内トリアージ実施料を算定していたケースが432件あり、計492件の実施料を不正に算定していたことが判明した。三院労災病院、院内トリアージ診療報酬を不正請求毎日、新聞2014年8月6日。ありがとうございます。